じゃあね、バイバーイ。あ、間違えた。皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうとです。今日はなんで一人かというと、上手に話せない今週撮影しようと思ったんですけど、ゆきとお休みがそんなにかぶらなくて、なのでちょっと頑張って一人で撮ってみようと思います。僕一人で需要があるのかな、そしてちゃんと動画を進められるのか、進行ができるのか、ゆうとはとても心配ですけど頑張る。で、今日何をお話しするかというと、ただののろけなのかもしれんけど、僕がゆうきのどこが好きなのかっていうのをちょっと話していきたいなって思います。何個ぐらい出そうかな一応今出して20個ぐらいあるんだけど、全部やったらめちゃめちゃ長くなっちゃいそうだし、10個かな、半分にしようかな。10個、ゆうきの好きなとこ行ってきます。じゃあ一人で行ってみよう。ゆうきの好きなとこ、なんか他の動画とかでお互いの好きなところはとかって聞かれた時に、僕は顔って言ったと思うんですよ。もちろん顔も好きだけど、他にもいろんな好きなところがね、やっぱあってカップルになってるのかな、多分なってると思うので、ゆうきのどんなところが好きなのかなっていうのをちょっとみんなにのろけられたらなって思います。今ね、ゆうきね、次の日お仕事早いからね、寝ちゃったの。ここから見えるんだけど、なのでちょっとゆうきを起こさないように行ってきます。じゃあまずゆうきの好きなところ1、まあこれはね変わらないです。顔がかっこいい。特にゆうきの鼻が好き。めっちゃ高くて、ゆうきの鼻ってで、なんかシュッてしてる、食べたくなる鼻変な人みたいな。そう、食べたくなるお花をしているゆうきが好きで、次、ワンコのようにめちゃめちゃカマチョ。僕がそんなに自分からめっちゃかまってみたいな感じではないんですよ。だからそういう風にかまってくれないと好きなのかなみたいなっていう風に僕が勝手に不安になるので、毎日毎日そういう風にかまってくれると安心もするし、なんか愛されてるなってすごい思います。次何言おうかな。次3つ目、ゆうとの睡眠妨害をしてくるそう、僕的にはすごい嬉しいんだけど、僕の体力的にきつい時もあるけど、それも構わず睡眠妨害をしてくるゆうきがかわいいなって思うそう、僕がねおやすみって言って布団の中入って、ゆうきも一緒に布団の中入ってるんだけど、そっからゆうきはずっと僕に話しかけてきて寝かせまいとしているゆうきくんが好き。次、4つ目、眠さに勝てない。まあ人間誰でもそう、僕もそうなんだけどね。でもその限界まですごい頑張ってくれて、ゆうきがなんか本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ゆうとは、ゆうとすぐ限界って思っちゃうから、なんかごめんねって感じ。5個目はこれもなんかベッドだね。5個目は僕がベッドに入るとすぐに来る。ユキがね、何をしててもね、僕がねベッドにコロンって転がるとね、すごいもうすぐ来る。でめっちゃかまってくる。僕がベッド大好きだから、ユキも隣でなんかコロコロしてたり、僕のことをイジイジしたりとかしてて、一緒に寝ちゃうことが多いですユキが言うには、僕と一緒にいるとすぐ寝ちゃうみたいな、なんかそういう風に言ってくれるのめっちゃ嬉しいって。次、6つ目。6つ目が僕のペースに合わせて歩いてくれる。これ大事だなってすごい思う。たまに友達とかでもいるんだけど、先をトントントンって歩いてっちゃう人。なんか一人でいる時はすごい歩くの早いんだけど、僕ゆうきと一緒にいるとね、なんか遅くなっちゃうんだよね、めちゃめちゃ。だからそれにね、ゆうきもね合わせてね一緒に歩いてくれるっていうのがね、めっちゃユートポイントが高いです一人でいるとスタ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 って歩くんだけど、ゆうきと一緒にいるとカタツムリみたいな感じで歩いちゃうから、それに合わせてくれるのがすごい優しいなって思います。でこの優しいに関連して、7個目が母のような優しさ。もちろんゆきと喧嘩もするんだけど、でなんか絶対に納得いってないなってゆきが思ってるんだろうなっていう時もあるんだけど、そういう時でも理性を持ってというか、言葉にするのって難しいですね。あ、なんかそう、みんな動画でナイトルーティンの動画から見て聞いてくださってるのが、できたグラタンを後にできたのを僕にくれるっていう、マジで紳士だね、本当にね。ねって誰に言ってただけど本当にそういう風に僕のことを思ってくれるんだなっていうのをみんなに言われて改めて思いました。じゃあ次、8個目。8個目ですね。8個目、これはなんかちょっと尊敬できるところでもあるんですけど、お休みの日にちゃんと行動できるとこ。本当にこれはゆうとができないので申し訳ないなとすごい思います。逆に僕はね、お仕事の時の方がね、朝ちょっと早く起きていろいろやったりできるんだけど、お休みの日になるともう何もできないですだからゆうきの本当に休日の行動力っていうのが本当に好きです。ゆうきが多分そういう風に行動してくれなかったら、僕はずっと引きこもってるので、お家になんかいろんなとこ連れ出してくれたりとかしてくれて、ゆうとはとても嬉しいですじゃあ次、9個目。これねちょっとディープなお話になるんですけど、普段めちゃめちゃ我慢してるっていうゆうきが、何をとは言わないけど、なんか本当に僕の勤務の時間がずれると全く真逆の生活をしていたりするので、今こうやってゆきが寝ちゃったりとかで、逆になんか僕が寝ててゆきが帰ってきてみたいな時もあるので、ご飯はいつも毎日一緒に食べるんだけど、その寝ている時間っていうのがどっちかが極端に短くなっちゃったりするので、だからなんかそういうことができないことが続くんだけど、ゆうきはそれでもめちゃめちゃ我慢してくれる。そういうとこも好き。次、それにちょっと関連するんだけど、10個目。そうやってゆきがめちゃめちゃ我慢してるんだけど、たまに爆発すぐ我慢できなくなっちゃうとこめっちゃ好き。そのなんかね、男だから我慢できなくなることはあると思うけど、それをちゃんと僕にぶつけてくれるところがめっちゃ好きはい、これで10個言ったかな。なんかバーってゆうきの好きなところをめちゃめちゃ10個あげてみたんだけど、話してるだけの動画だったけど、ゆうとがしかもゆうきじゃなくて、でもあんまりこういうこと恥ずかしくてゆうきに伝えないし、僕自身もこうやって言葉にすることでもっと好きになれるかなと思ってやってみましたそんな感じです。ゆきいつもありがとう、好きって感じです。のろけ動画でしたじゃあこんな感じで終わりにかな、終わりにしちゃうかな。まだなんか話すことあるかな。じゃあ一番好きなとこ言おうかな。ゆきの一番好きなとこ、めっちゃかまってくるって。本当になんか僕がゲームとかしてて、ゲームとか動画を見てたりとかしててもなんかめげずにめっちゃかまってくるとこで、僕がなんかそれでも動画を見てると「動画に負けた!」って言ってきたりすると、ああなんか可愛いなって思うそんなところが好きです。はい、ということでちょっとグダグダなんですけど許して。初めてこんなにいっぱい話しているゆうとは恥ずかしいということで、僕ゆうとがゆうきの好きなところをいっぱい言ってみましたじゃあね、バイバーイ。あ、間違えた。じゃあまたバイバイ。見てね、次はゆうきと一緒に出るから見てね